カーズラジオ夏子のせ。こんにちは、カーズです。どうも、桑谷夏子です。この番組はネット界隈で話題になっているニュースをはじめ、最近のアニメ、ゲーム、漫画情報をニュースサイト管理人カーズ目線でお伝えしていく番組です。はい、世間ではですね、北京オリンピックが流行っておりますが、そうです ね、僕らオタクにとってはですね、夏コミの真っ最中でして、もうそれどころじゃないんでしょ、本当は。はい、ぶっちゃけですね、明日の準備でてんやわんやなんですけど、そうですね、今もう本当に佳境というか、そうですね、3日目に参加するんで、はい、ちょうどですね、前日なんですよね、はい、この配信されたのが、まあ本当これ聞いてる方はですね、前日かもしくはコミケ終わった後かと思うんですけども、僕の方もですね、サークル参加しておりまして、ですね、3日目の日曜日、東地区のミブロックの37の A に出展しておりまして、評論本プラスライトノベルを出してまして、まあ詳しくはカーズ SP のサイトにですね、告知がありますんで、ぜひともご覧くださいということで、先週もお伝えしたんですけども、このラジオのですね、チラシを作りまして、私ね、はい、ここに現場があります、はい、さっき作ったばかりです、見えました。桑谷さんどうでしょうか。いやでもすごい綺麗に作ってありますよね。このなんか本当に時間なかった割にはこんなねなんか作れるんだって思って、はい、なんか時間ないって言ってたもんね。あれ言っちゃまずかった、これ。いや全然大丈夫ですけど時間ないね言った割には、もう最近のですね、非常にこのイラストレーターというですね、ソフトは素晴らしい、ね、すごいですよね。そうですね、割としっかりですね、急ごしらえの割には作りましたんでですね、これ数に限りがあるんでしょ。そうです、まあ、300すりたいなと思ってるんですけども、まあ、時間次第なんで、はいはい、なるべく多くの方に手に取っていただきたいんでですね、はいはい、ぜひいらしてください。はい、はい、今回はですね、アートメイドカフェシャツキステからメイド長のエリスさんを、お呼びしております、はいはい、ということで非常に盛り上がると思いますので、はい、お楽しみにしてください。それではカーズラジオ夏子のせスタート。カーズラジオ夏子のせ。改めまして、カズニチはカーズです。どうも、桑谷夏子です。それでは早速このコーナーから、カーズアイ。このコーナーでは最近僕が気になったニュースを中心に、その経緯や今後の動向について話していきたいと思います。それではトピック紹介をお願いします。ライトノベルにカーズ SP が登場。8月10日に発売された伏見司先生著、神崎宏先生イラストのライトノベル「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」にカーズ SP という単語が登場しました。この情報に有頂天のカーズさん、早速読んでみたそうですが、その感想は。 Google マップにストリートビュー機能が追加。 Google マップ日本版に8月5日からストリートビュー機能が追加されました。この機能は実際に自分が道路に立った目線で街並みを見られるサービスで、現在は東京、大阪、兵庫、仙台市などに対応しています。すでにネットでは面白い画像をまとめたサイトなどができ盛り上がっているそうです。ということで今回はこの2つについて紹介したいと思います。はいはい、まず1つ目なんですけども、もう手前味噌ですいませんって感じなんですけども、こちらに発売されたですね、ちょっと小谷さん、はい、ライトノベルなんですけども、はい、そちらの方にですね、70ページを見てください、小谷さん。70、はいはい。絵かわいい。挟んである絵かわいいですよね。ちょうどピンクのシールが挟んであるんですけども、はいはいはい、そこのですね、真ん中あたりをちょっと読んでください。このセリフのとこ？そうですね。このままじゃいけないって何度もやめようって思った。でもどうしてもやめられなくて、だってね、ブラウザが立ち上がるとハテナアンテナに登録してあるニュースサイトが毎日私に新たな情報を伝えていろいろ買わせようとしてくるんだよ。うカーズ SP と秋葉ブログめってなって。伏見先生ありがとうございますって感じなんですけど、すごいね。すごいですね、うん、雑誌とかだいたい読み捨てと言っちゃあれなんですけども、雑誌とかにちょいちょい紹介されていただけることはあるんですけども、うん、小説とかって恒久的に残るもんじゃないですか、ね、それにですね、本当に明日にでも聞いてしまうような個人サイトの名前が載るというのが非常にびっくりしますね。これはさ、あれなの、伏見司先生が経験したことがリアルタイムにみたいな感じリアルタイムにキャラクターになんか投影されてるような気がしてならないんだけど、ね、実体験みたいな感じですか、うんうん、怖いですよね、はい、そんな感じなんですけども、このですね、本の内容がですね、僕読んでみたんですけども、これがですね、僕が言っても説得力ないかもしれないですけど、すごい面白かったんですよ、はいはいはい、で内容なんですけども、超ド S のですね、妹の女子中学生がいるんですよ、美人の、はい、この子がですね、隠れオタクなんですよ。へ、そうなんですよ。で家族にも内緒にしていたんですけども、ノーマルな兄貴にバレてしまって、はいはい、で秘密を共有する形で、そのお兄ちゃんに
まあ、いろいろとちょっかい出していくって話なんですけども、普段はものすごいツンキャラで、兄貴キモキモとか言ってるんですよ、うざいとかだけど自分結構そのキモい世界に入っちゃったみたいな、自分がその世界に入ってて、それを負い目に思ってて、じゃあその兄貴にバレてしまったからということで、ギャルゲーをやらせるんですよ、うんうんうん、でそれであの最初の選択肢でこの妹を蹴り飛ばすやつを選んだ瞬間に、うん、リアル妹がガーンと蹴飛ばしててめえ何してんだと、どんな選択肢選んでんだこのやるみたいな感じで、面白いね。なんかさ、今までのこのタイプのそのライトノベルとか、うん、まあね、はい、いわゆるそのまあ妹とか、妹系のですね、なんか違う感じだね。そうなんですよ、かなりな、あのそういう、まあ、最近ではあの乃木坂はる、あの遥かとかね、秘密とか、うん、そういう隠れオタクの美少女がっていう話も割と出始めてきてるんですけども、うんうんうん、こういう形であの極端な形で出始めたのはかなり。お兄さんはノーマルな人なんでしょ、だってこれ。そうですねそれがなんか普通じゃないよね。そうですね確かに普通じゃないというか、普通はだってそのお兄さんがやっぱりちょっとそうですね、ハマってて、うんうん、ハマっててっていう、へえ面白いな設定。面白いんですよ。そのあたりのドタバタコメディなんですけども、うんうん、非常にこれはですね今ネットで話題になってまして、うん、はい、手に取っていただけたらなと思います。はい、楽しそうですね。はい、二つ目の話題なんですけども、うん、Google マップにストリートビュー機能が追加。はい、こちらがですね、うん、なんでも、うん、Google カーと呼ばれるやつがですね、うん、あの都内を走っていまして、まあ、都内だけじゃないんですけども、はいはいはい、あの走っていまして、うん、そのカメラで撮影してるんですね、うんうんうん、それがあのインターネットに地図と連動させているということなんで、うん、ちょっと具体的にはということで調べてみたんですけども、うん、あのこちらなんですけども、うん、ですね、あのうちの製麺所が映ってましてですね、はいはいはい、この左側のこの白い建物なんですけどもあ、そうなんだ、はいはい、この2台並んでるのうちの社用車で、うん、この手前の方が僕が運転してる車なんですけどまあ、その車乗っていつもでも結構こんな裏路地にあるんだ。そうですね、いろいろあの町工場いっぱい集まってるところで、うんうん、都心部といいますか、ね、山手線のちょっと外れたところのとこなんだ。でこの手前の方にある、まあ、今見れないんですけどもチャリンコは僕は毎朝ね、通勤してるチャリンコなんで、へっていうのも映っちゃうと、すごいね、いつうちの前に通ったんって感じ でこれ角度っていうか見る目線を変えられるんでしょ。見たいです。この左上のポインターで、うんうん、なんか矢印がついてますね。プラスだかマイナスだか左だか右だかをクリックすると、360度変わってチャリ映るんじゃないのこれ。あ、そうですね、このままだったら映るよね、うん、いやそんな無理映さなくてもいいんですけど映ってる？まだ映って大丈夫ですね。あ、そうなんだ。でこれですね、静止画面だけじゃなくて、クリックするとどんどん進んでいくんですよね、道路。この下の方にあの 道路沿いに矢印があって、そこをクリックすると、ね、うん、レースゲームみたいに進んでいくんですよ。あ、本当だ、進んでってんだ。すごいんですよね。すごいねこの機能ね。すごすぎて、うん、プライバシーの問題がありましてそうだよねこれ人が映っちゃったりしてるんですよ、うんうんうん、まあ、顔モザイクかけたりしてるらしいんですけど、これさ、うん、なんかだってこれ無料とか見るのに対して別にお金払ってたりしてないでしょ。はい、これさ、なんか利益あんの、やることによって。ね、実用性が今のところ僕はまあさっぱり思い浮かばないんですけど。だよね、なんかね、いやすごいくて面白いんですけど。いや、うん、すごいし面白いだけど、これどうすればいいのかって話になるんですよ。そうそう、どうすんのこれ作った人だからさそうですね、もう言ってしまえば何が目的で作ってるのって、もう本当に面白いってだけ で、ね、だからすごいよね、面白いってだけでさ、うん、別に自分たちに何か利益があるわけじゃないのに、これね、こんなだってめんどくさい、相対な無駄、360度撮ってとかさ、結構大変だよこの作業。そうそうそう、車走らせてね、都内全部カバーするどんだけって感じですよ ね、あ、うん、ナビの代わりね。そっか、あ、うん、確かにそうですね、道に迷った時とか、うん、例えばノートパソコンでこの通信して、うん、なんかさ PSP のさ、ほらあったじゃん、 ありましたね、ポータブルナビが。そうそう、あれと連動させて作ってほしいよね。確かにそうですね。そしたらさ、すごいより高性能な、それで声優さんがさ、ここに行けばとかさあ、クリア徹さんとかね、そうそうそう、いい声でね、いい声でやってくれたらすごいいいものできると思うんだけど。確かにそうですね、うん、なんかさ、そしたらさ、ほらこの人たちやってても今のところ利益はないけど、うん、そしたらなんかこう売れたらさ、ちょっとはなんか利益になって、ね、よりいいものが作れるかもしれないから、うん、まさにそのナビ会社とかナビ機能のあるものと連動させる形で、うん、なんとかお金に結びつけて、そう、 PSP とちょっとやってほしいのこれ。あ、確かに楽しそう、素晴らしいアイデア、うん、そうですね、まあ、今のところはこうやって自分の近所を映して楽しむぐらいしかないんですけども、ね、で今後ねそういう広がりがあればいいかなって感じですね。いいね、これもし企画通ったら私に企画料ちょうだいこれ特許料とか言うのこれは何なんだろう。今の私何にもしてないじゃんね。そうですよね、 Google 関係ないですよね。そう、何にもしてない、ごめんねでも最初に言い始めたのは桑田さんということが覚えておいてねあ、これ証明ですからね、これカーズラジオが、はい、以上カーズライをお届けいたしました。カーズラジオ
夏子の瀬。ではここでゲストをお呼びしたいと思います。アートメイドカフェシャツ喫茶の経営者、そしてメイド長のエリスさんです。よろしくお願いします。アリーエリスと申します。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。もう桑谷さんがね、あのエリさんが入ってきた時にもう可愛い可愛い連呼してましたね。可愛い、品があるし、顔美人だし、こういう方がメイドさんの、メイドさんのっていうかメイド長の、なんかね、メイド長だと言われるお店は行きたいです、うん、どういうことか含みがある言い方かもしれないけど、もともとメイド喫茶興味あるんでしょ。でももともとねちょっと興味あるの、あるから、あるんだったらさ、会って、しかもどうせお金出すんだからさ、いいとこ行きたいじゃん、そうですね、どうせメイド喫茶の経験をするんだったらいいところに行きたいと。そうですよね。そう、なんか元を取りたい感じなのあ、もう元以上のものがいきますよ。そうそうそう、シャツ喫茶は、はい、そうなんですよね、まあそんな感じでですね、僕の友達ということでエリスさんを紹介したんですけども、実はあの出会ったきっかけがね、飲み会なんですよね。そうですね、一番最初のブロガーさんたちの飲み会になぜか私が紛れ込んで、でそこでお話をして、いきなりロケ地で使ってっていう感じだったんですよね。はい、でそのままお客さんになってしまったという感じでもね、シャツ喫茶さん本当に人気があるところで、いつ行っても入れずにですね、このスタンプをもらって帰る的な、スタンプをもらって帰るっていうのはどういうことですか。まあ、入場して、あの満員で入れない時は、ご苦労様って ねぎらいですか、あれは。ねぎらいに一応顔出した用的なスタンプ。そうなんですよ、一応せっかく来て、ね、いただいたということの意味というかね、意味で入れなかった用の専門スタンプっていうのがありまして、それをそれ貯めると何かあんの。メイドから鼻で笑える粗品粗品あ、でもいただけるんだ、鼻で笑える粗品がへえ、面白いシステムだねそれそうなんですよ、すごい場所が5階にあるので、やっぱり申し訳なくて申し訳なくて何それ歩いていくの階段で、階段しかないんですよかなり痩せますよね痩せますね。いやそれいいシステムだね、ちょっとは痩せようよって話なんだろうね違うって言われた今、一応屋根裏部屋っていう設定だからなのそういうことなんですよ。なるほどね、はい、それではですね、エリスさんにですね、メイドカフェというものについてですね、いろいろお話を伺っていきたいと思います、まずですね、このメイドカフェの話を始める前にですね、エリスさんはどのようなきっかけでこの業界に入られたんですか。一番最初私もあのお客さんとしてあのメイドカフェに行ったんですけれども、あのまだメイドカフェが5軒ぐらいしか秋葉原になくて、本当世間では全然そんな言葉も流行ってなかった時に、たまたま秋葉原で寄りまして、その時に行ったメイドカフェの店員さんがみんな可愛かったんですよ。すごい可愛くて、しかもオタクの話をみんなできるっていうので、あ、こんな可愛い人がオタクなんだって思ってすごい嬉しかったんですね。あの今までずっとオタクやってきた時に友達がいなかったのであ、これはいいと思ってたら、あ、そういえば私女の子だと思ってましてそこで気づいた。そこで気づいた。ちょっと遅いねいけるんじゃないかなと思いまして、それで慌ててあのメイドカフェの応募を探して、最初はアルバイトで、あのメイドをやってたんですよね。それが結構一番最初メイドカフェとの接点というか接点。ちなみにそれは何年ぐらい前なんですか。もう5年ぐらい前、やっぱそれくらい前、ちょっとメイドブームの本当始まる直前みたいな感じですよね。もともとその直後にあの電車男とも秋葉メイドカフェブームだったので、そういうところでですね、まあいろいろ働かれて経験を積んだってことなんですか。じゃあそうですね、1年ぐらいだったんですけれども、アルバイトでいろいろ、あ、メイドカフェってもっと面白いことできるなっていうのを感じ始めまして、そこからシャツ喫茶に結びつくわけですよね。そうですね、でもその間8ヶ月くらい全くオタクから離れた時期っていうのがありまして、なのでメイドをアルバイトやった時はもう全くそういうことを考えてなかったですね。例えばゆくゆくこうしようとかは考えてなくてやってました。じゃあどういうきっかけがあったんですか。あのシャツ喫茶始められたきっかけなんですけど、そうですね、まずその間にあの8ヶ月だけ OL をやったことがあるんですよ。OL 経験あり。そうなんだ実はちょっと話がそれるんですけど、その小杉さんの A は何ですか。違う違う、でも、A って言ったけど OL さんも似合いそうだよね。なんかそうですね、受付嬢とかさ、私美人だからそうですね、なんでみんなさ A みたいなマニアックみたいな顔してるの。何受付嬢とかさ、すごいやれそうですもん、一流企業の綺麗なオフィスのね。あと秘書ごめんね、私のね、私の好みがこう入って、なんかこうね、黒
黒髪でさ、すごく長くてさ、それでショベル美人だからさ、あのスーツをビシッと決めてね。社長、本日のご予定は。どうどうこれ、ヘリさんにやってほしいね、ちょっと。テンション高い。なんかね、美人な人見るとテンション上がっちゃうし。興奮しちゃう。OL 時代があったんですね。OL やってましたね。あのもうちっちゃい頃から本当ずっとオタクだったので、もう母にいい加減一回社会人になってくれと、一回一般人になってくれと。まあ親の願いだよねそれは。確かにちょっと一般の人と喋れる方がいいなと私も思いまして、で本当に普通の全くオタクとは関係ないところに就職をして、で8ヶ月 OL やったんですけど、途中6ヶ月目ぐらいでちょっと窒息気味になりましていろいろあって、まず会話しようにも、あのオタクのベースの知識みたいなのが全くこう通じないので。そうですよね。そうなんですよ、なのでなんかこう赤いったら3倍早いとか、ありますよね、そういう実語ぐらいのあうんの呼吸みたいなのが全くなくて、それでちょっと苦しくなって、ちょっと私一般無理かもしれないなって。自分の居場所が ねそこにはなかったってことですよね。やっぱり夜中にアニメを見て次の日語る相手がいないっていうのが、あのメイド喫茶時代が逆に幸せすぎたんですよ。その直前のメイド喫茶時代は周りがもう本当オタクの女の子ばっかりだったので、もうみんな分かってくれると思って盛り上がりすぎてたので、いきなりそれからこう もう違う世界に行っちゃって、ね、ちょっとあれ。じゃあさ、メイドさ、そのカフェでバイトをしてたじゃないですか、その前に、それがなかったらもしかしたらもうちょっともうちょっとなんかあのなんていうの、オアシスを知らないからさ、あそっか、なんかあそこあそこっていうさ、なんかオアシスをしちゃうと、しちゃうとどうしてもやっぱね、人間戻りたくなりますもんね。一回いい生活を、ね、経験しちゃうとね。あ、それがなかったらちょっと変わってたかもしれないですね。エリスさんは今ここにいなかったかもしれない。あ、なるほど、それ考えるといい経験しましたねバイト時代はねって感じで。なるほど。実際この経営者という形で、あのメイド業界に入られたんですけども、まあ、そのきっかけというか流れについてお聞きしたいんですけども。そうですね、それで、まあ、あの結構社会人をやっていた後半ぐらい、2、3ヶ月ぐらいはあのメイドカフェのことを実際にやろうっていうふうに考えながら、まあ、会社に行ってたんですけど、その時にあのなんで自分がやりたいのかっていうのを考えた時に、まあ、メイドカフェってすごい面白い可能性を秘めてるんじゃないかっていうのは前々から思ってたので、じゃあ自分が思ってるそのメイドカフェの可能性を最大限に引き出したようなのを作ろうみたいなのを決意しまして、であの自分の目指してるメイドカフェってどんなかなと考えたんですよ。で今あるメイドカフェって、まあ大体大きく3つに区切ると、まあ、アイドルさんがやるようなすごい派手なアイドル向けのカフェと、あと本当に飲食店のような飲食店を重視した飲食店のメイドカフェと、あとそういう世界観ですとかコンセプトを重視したカフェと、大体3つぐらいに分かれるんですけど、これのうちのそのコンセプトを大事にしたメイドカフェっていうので、の究極を目指したいなと志高く思いまして。なるほど。そのコンセプトの、まあ、あの出てきたものとして、この舞台が屋根裏部屋というところで、若旦那様を待つメイドたちというコンセプトがありますよね。この構想はいつ頃から温められたものですか、その頃でしょうか。それはかなり後ですね。もう実際に場所が決まって、で、もうここをどうにかここで何かを作ろうって考えた時に、あ、屋根裏部屋っぽいなっていうのが天から。あ、なるほど。建物ありきではそこから妄想が。そうですね、あの以前からなんかそういう話をすごい作りたいっていうのはあったんですけれども、それまではもっと全然違う話を考えたんですよ実は。なんですけど、あそこに出会った瞬間にもうあの場所に惚れまして、あ、屋根裏部屋だって言ったら、あのいきなりあの話をいろいろ思いついて。なるほど。そこから天からひらめきが来た。天から自然発生した感じですね。で、まあ、そこにですね、いろいろ個性豊かなですねメイドさんがいらっしゃいましてホームページの方ではね、一人一人本当に、ね、あのキャラクターの方がね、にぎやかにね、いらっしゃいますけどもですね、エリスさんがこのメイドさんを採用するときに一番注目した点などはありますか。そうですね、まずあの基本的に普通のメイドカフェさんだと、あのアルバイトなので、あのだいたい入れ替わるんですよ、やっぱりメンバーっていうのは。でもうちはそのあのメイドだけはもう絶対変わらないようにと、もうメイドが一人でも変わったらもうここのお店はもう終わるっていうのはもう決めて、という9人いるんですけど、その9人でやってたんですね。でその最初ではもう9人って決めた時にどうそれを募集しようって最初に考えまして、
やっぱり自分の目指す究極のメイドカフェはもうギャルゲーだなと思ったんですよ。ギャルゲーってあのはい、わかりました。ギャルゲーですすいません、それに声当てるようにしてますね。聞いてる方が知らないとなと思って。大丈夫ですよね、大丈夫ですよね。まあ彼女聞いてるんだったら大丈夫。ギャルゲーについてはまあいろんな個性豊かな女の子が、ね、ね、主人公好き好きってやってくるゲームがありますけども、はい、主人公を無条件に愛してくれる、はい、あの素敵なゲームみたいなのが、はい、メイドカフェの理想かなと自分の中で思ってまして、そのいる女の子が全員キャラかぶりなしっていうのがやりたかったんですよ。確かに大事だね、ギャルゲーではね。かぶったらいらねえよそれじゃらっていう話ですもんね。なのでもう自分をまず真ん中に置いて、あと他にあのギャルゲーで存在すべきキャラっていうのを自分で全部書き出して、で最初もう人の枠を書いて、そこにハテナって書いて、ここに合う人っていうのを探したんですよ。なのであの例えばもう私の中 の, その9人のマップみたいなのを全部人間をハテナで書き出して、はい、でそこにこうちびっこでちょこちょこ動き回るなんか主人公っぽい子とか、あとは妹タイプとか、妹タイプとかお姉さんタイプとか、あとはそのボーイッシュでなんか僕とか言ってる子みたいなのを書き出していたら、なんかその書き出してで応募をかけたところ、なんか一人ずつそこに当てはまる子がいたので、なんかオーディションみたいだね。でもなんかキャスティングに近いかも。ああのいわゆる声優さんが受けるような、うん、作品のオーディションに、なんかあの声優のオーディションもそうなんですよ。なんかこうキャラクターのキャラ表を渡されて、こんな感じで、まあ、演じてみてください、声優さんの場合は演じるのがあれなんで、まあ、演じてみてくださいって言って、そのハマる人を結局選ばれるんで、なんかキャスティングに近いなって思った。確かにこの作る方法論がそのギャルゲーだったりとか、本当になんかオタクですよねって言われるんですけど、いやでもいいですよ ね, いいすよね、そういう目線でやってくれるのは。その時はやっぱりそのキャスティングっていうふうになんか大それたようなことは考えてなかったんですけれども、自然的に今までこう培ったギャルゲー精神が、すごい芽生えてしまった。芽生えて、まあ、これ当たり前だよなみたいな。だってさ、ほらエリスさんの立場もプロデューサーみたいな感じだもんね。あ、そうですね。あのキャラの設定を考えてとか、いろいろコンセプト決めてとかやるのは、全部プロデューサーとかの仕事なんで。確かに前来たあの上様みたいな感じの立場的には、そう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 。なんかね、同じですよね。まあそんなですね、経営者のエリスさんをとして聞きたいんですけども、あの経営者として実際大変だったこととか楽しかったことなどありましたらお願いします。大変なことはやっぱり結構その経営面と、あとその世界観を作る面と、はい、あとみんなとわやわや、私もあの実際にメイドとしてメイド長として立ってるので、まあ、そのメイド長のメイド長になる、その結構3つ4つぐらいの頭を切り替えるのがやっぱり結構大変ですね。やっぱりすごい頭がもうのなんか物語いっぱいになっちゃって、すごい夢見がちな少女になってる時にいきなりこう帳簿付けとかなったら、すごいこう数字の話だったりなるとドヨーンってしたり、あ、なるほど。自分の中でスイッチを変えていくのは大変かもしれないですね。そうですね、 ね、それがやっぱり経営の面ではちょっと大変だったかなと思いますね。なんかさ、8ヶ月 OL さんやってるじゃないですか、はい、でも、でも言ってもまあ8ヶ月じゃないですか、8ヶ月 OL さんをしただけの人が経営者になれるもんなんだね。でも一応なんかその本当に経営は全くやったことがなくて、あの大学まではあの児童文学って言って、あの絵本を読む文学科だったので、似合う感じ。あの大学中に学んだことって言えば、あのグリとグラの判別の仕方とか。大好きですよ、私もグリとグラ。でもそんなことやった大学で。本当にもう1時間2時間そのグリとグラの絵本の1ページを見つめて、はい、ここの本1ページの隅っこの狼さんとこの狼さんの背中に乗ってる小鳥は、いやこれ実はこういうのをあの暗示してると思うんだよねみたいな妄想みたいなのを2時間聞いて、ちょっと面白いですねその授業。それ全然役に立たないよね経営にはね。夢見がちの少女は育ちましたけど、あ、なるほどね。そっか、そこで培われた想像力とかでもいろいろこうシャツキスのコンセプトに、そうそう、後々に役に当たってるけど経営する、経営としてはね、逆に邪魔だよね。そうです、ちょっと数字扱う上に確かに脳内お花畑ぐらいの面白いね。じゃあもう本当に本見たりとか、はい、そういうことで、うん、得た知識で経営とかなさってるってことですか。そうですね、あとはもう本当実際にあの保健所とか役所に行って、わかりません、わかりません、何をすればいいんですかって言って、あのそこからか、ここを書くんですよってこう教えられながらやったりとかですね。女性の方がやっぱり
一経営者になるって、うん、まあ、昔よりは簡単になったとはいえ、うん、いやいや大変だと思う、ね、でも厳しいですよ、ね、大変だと思うんですよ。だって若い女性ってだけで、ね、舐める男もいると思うんですよ。そうそう、いや絶対いると思うね、ね、私、うん、私別に男尊女卑とか全然ないんですけど、あの男がとか女がとかないんですけど、うん、それでもやっぱり社会は結構きついと思うんですけど、 そうですね、その辺は結構女の子であることをうまくとって、あのお店とかに怖いおじさんとかが、なんか店長とかいんのとか聞かれたら、店長はいませんがって知らないふりをするとか、すごい女優だ、女優だ、そうだ、演技力もある。でもまあそうですよね、それもまあ使いようっちゃ使いようですよね。でもその辺がね出てくるってもすごい、そうだから危険が効くんでしょうね。そうなんです、まあ、そんな多彩な能力を持つですね、エリスさんなんですけども、ネットで漫画も連載してらっしゃってですね、秋葉ブログでですね4コア漫画をね連載してらっしゃるんですけども、はい、やっております。そうなんです、これがね、まあ社会人になってから絵を描き始めたんですよね、っていうか初めてから、と昔からも本当ずっとオタク続けてて、うん、あのいわゆるもうあの中学生とかがノートの隅に漫画描いてみんなで回し合うような、はい、そういうのは描いてたので、うん、全くゼロというわけではなかったんですよ。なのでちょこちょこ続けてたんですけど、本格的に描き始めたのはやっぱりそうですね、あのシャツ着捨てが始まってから、うん、シャツ着捨てで同人誌を出すようになって、初めてデータ入稿して、うん、印刷所の 4C カラーを利用して、4C カラー表紙みたいな感じで、ね、表紙の読み方をして、それであの今年、去年の一番最後の日からあの4コマ漫画をあの、うん、こう公の方がいっぱい本当見てくださるとこで、ね、でそのシャツ喫茶にはですね通販サイトがありまして、はいはい、今日持ってきていただいてるんですよね。あ、はい、うん、後でそうなんですよ、河津様が今年夏コミに出られるということで、はい、はい、使っていただければと思って。コミケで使えるようなものなんでしょうか。あ、はい、そうです、あの今そのお店の方で、そうですね、お店がちょっとテーマにしていることが、まず一つはそのメイド喫茶の理想究極系を目指そうじゃないかっていう大きいテーマと、あともう一つ、まあ、自分がずっとオタクだったこともあのあって、あのオタクの生活を豊かにしたいっていうのがあって、はい、あの自分が一回だけあの即売会、ちっちゃい即売会に行った時に、なんでしょう、用意がすごい大変だったんですよ。あの、はい、サークルで参加するときにあのテーブルセット用意したりとか、うん、そういうものをいっぱい用意してすごい大変だったので、それらをじゃあ私たちで作ろうみたいなことをみんなで話しまして、はい、でこの作ったのがあのサークルさんがこのまま持っていくとそのままサークルセットにできるっていう、なんでしょう、本当ですか、ちょっと開けていただけても大丈夫そうですか。大丈夫です、ちょっと音がすごいね。それまずですね、同人誌即売会というのはまずテーブルクロスをかけることから始まるんですよ。かけなきゃダメなの、本があの傷ついてしまうんで、木のテーブルなんで、でそこからの名札をつけたり、うん、あの建物であのこういうもの、こういう新刊がありますとか、いろいろ建てるものを用意するものがいっぱいあるんですよね、とにかくね。であのテーブルがあの会議室テーブルって長いですよね。そうです、そうです、大体あれって決まってるので、ちょうどそれに被るサイズのテーブルクロス、ちょうどサイズもね、あの同人誌でよく使われる長テーブル用の、いいですか、見て、はい、大丈夫です。これがテーブルクロス、はい、そうです。でテーブルクロスと、あとはあの小銭をこうあの本を売るときにやり取り、小銭入れがいるんですよね。結構大変で、あの大体私もあのお菓子の入れ物をひっくり返して、うん、あのそこにこう強引にお金を詰め込んでやったりするんですけれども、うんうん、それもやっぱりちょっと毎回やるの大変ということで、うんうん、こういう布でセパレートになった、巾着ではない、巾着ではないですね、あのお金がちゃんとこう取り出せるような、あポッケになってるんですね。そうですね、4つのポッケがついてて、もうこれを安全ピンで留めると、あのこうテーブルクロスにつければすぐにこう使えるっていう、内側にこう、こっちスタッフ側にってことですよね。そうです、そうです。へー、あのそしてあのイベントが終わった後にこうすぐに帰らなきゃいけないので、うんうんうん、ここにこうお金を入れたままここを閉じて2つに折って、ここのバンドを止めると、もうそのまま集金袋になるっていう、いや素晴らしいですね。あのやっぱこうその経験がないとわからないようなものを、そのメイドもあのスタッフのメイドも結構オタクが多いので、うんうん、その子たちにこうこういうのが大変なんですよって話をいっぱい聞いて、うんうん、でじゃあここがこうやったら便利かなっていうのをみんなで話し合って、それであの雑貨を一個ずつ作ってる感じですね。あのいわゆるオタク目線というか、あのサークル参加する目線でこういうものを作られたって初めて、うんうん、ほらだってこのタグとかさ、そうですよね、綺麗にできてるんですよ、ね、これ商品に置くってことですよね。そうですね、これもあのポップ盾といって、はい、こう大体あのこれ何百円で新刊ありますとか買うんですけど、うん、直前でこうマジックペンで書くとちょっとマジックペンないとかめんどくさいので、ちゃんとその新刊ありますっていうのが大きく印字された札と、あと中に入ってるんですけど、あ本当にいろいろ入ってるですね。それでこうもうそれを差し込めば、差し込めばいいんだ。
すごい至れり尽くせりですね。これいいね、これ数買えないよ。はい、あのじゃあ使わせてもらいますよ。じゃあ明日のコミケで、うん、はい、あじゃあこの場でじゃあできても後でちょっとお金払います、ね、ワンセット。これすごい便利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 。で最後にあの直前になるとあのサークルで何を持っていけばいいのかわからないので、ここに最後チェックリストが、チェックリストがあるわけですね。よくある旅行のあれで、ね、旅のしおりである。これ旅のしおり、えーだちゃんとメイドが、その皆さんの旅のしおりをこう、作って終わりという感じで。これはぜひともじゃあですね、これいいね、いいですね、うん、これってシャツキス店の通販サイトで売ってるんですよね。はい、今年の7月からちょうど作り始めて、はい、扱って、まだまだちょっと作ったばっかりなんですけど、いろいろご意見いただきつつ、まあ今コミケ中ですから、はい、そうですね、あれですよ、もし今回間に合わなくても、うん、今買っといて次の冬のね、あ冬とかコミケとか、ね、いいんじゃないですか。コミックトレジャーとかいろいろあるんで、うん、ぜひぜひ。私もおすすめで、私はほら、はい、形から入る人だから、こういうのなんかさ、こういうの見ちゃうとこういうの買ってちょっとなんていうの、なんかこうさ、あの外堀から固めるじゃないですか。形から入る、形からちょっとやりたい、これ楽しそう。素晴らしいですね。あえてその秋葉のお店に行って扱うことで、うん、そのまだサークル参加ちょっとハードル高いなって思ってた、結構若い年齢の方とかにも、あ来れればなんかできんのかな、サークル参加できんのかなっていう気持ちで、結構その作り手にも回ってほしいみたいなのもあります。サークル参加するあの敷居を下げるという意味でもなんか素晴らしい、そういうのはぜひやりたいですね。そんな感じですね、いろいろ盛り上がってまいりましたがですね、エリスさんとはですね、そろそろ別れの時間なんですけども、まあ、お知らせがありましてですね、この前ですね、シャツキスで大発表がありました。はい、ありましたよね。8月11日に発表になったんですけれども、はい、2009年の3月15日に一度今のシャツキステ第1章と呼んでるんですが、はい、シャツキステ第1章を終了とするという告知をですね、この前出しました。はい、一応結構あのお客様からいろいろ反応をいただいてるんですけれども、やっぱり私としてはあの、まあ、一つメイド喫茶としての自分、こういう作品をやっぱり作って、はい、メイド喫茶にはまだまだいろんな可能性があるんだよっていうのをすごい見せ伝えたかったので、一つやっぱり作品として区切りをつけたいなというのがありまして、あのちょうど開店から3年目の区切りである2009年3月15日にあの終わることにしました。でもまだまだ第2章のメイドを募集しているので、あくまでこう第1章終わりというのを、あくまで一区切りという形で来年3月15日は、そうですね、はい、まずはもう今のシャツキステという物語にちょっと 全力に力を注いで作りたいなと思っております。なるほど、はい、他にお知らせとかありますか。そうですね、あのカズ様も参加されるコミケ の、はい、あの3日目17日の方に、ね、うん、はい、参加してます。一応東地区のレブロック42A ですね、あの創作少年ちょっと一番あのあれなところでありますが、はい、メイドの本を作っているので、もしよろしければ、はい、いらっしゃってください。これはエリスさんが作られた本ですよね。はい、私とあとあの他いろんな方から作品を投稿していただいたまとめ本として作っております。なるほど、じゃあこれを聞いてるリスナーの方はですね、はい、まあ、コミケ前に聞いてる方はですね、ぜひともチェックしていただいてね、はい、明日行っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、今回のゲストはシャツキッセメイド長エリスさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。カーズラジオ夏子のせ、カーズラジオ夏子のせ、そろそろエンディングの時間です。番組ではメッセージを募集しております。はい、メールを受け付けているコーナーやメールアドレスはこのページの上の方に書いてあるので適当に送ってください。お願いします。ということで今日のゲストはエリスさんでしたけども、はい、はい、川谷さんテンション上げ上げでしたね。いやなんかね、うん、ああいう女性で頑張ってる人っていうのを見るとちょっとこっちも、うん、頑張んなきゃなって思いますよね。なんか触発されますか。うん、なんかまあ、私の場合は経営してるわけではないけど、一応個人事業主には変わらないので、はい、そうですよね、立場的に、うん、なんかそう立場的にはちょっと近いものがあるんで、うん、なんか頑張ってるのを見ると、あ、偉いな、すごいなとは思いますね。尊敬します、普通に。うん、あ、そうそう、あ、そうさっき言ってたんですけど、うん、カーズラジオでそのエリスさんのお店ね、あ、シャツ着していきましょうよ。うん、行きたい。まあカーズさん、はい、ほら個人的に行っても入れないから、そうです、まあ、あとお店の番組ということでお店の力を使って行くしかないよね。行くしかないです。そう、桑谷さんもぜひともメイド喫茶だね、経験をねしてもらいたい。なんかそうだ、カーズさんの話だとさ、エリスさんのお店って本当にすごい、本当にすごい、ね、メイドさんもね、みんなすごく美しい方がいて、そうですね、行った方全員満足するというか、うん、それこそ三つ星だからさ、だって人気があってさ、スタンプしかもらえない状態なんですよ。そうなんですよ、まさにね、うん、はい、素晴らしい。まあ、ぜひともね、この番組でもね、はいはい、取材に行けたらいいなと思います。はい、次回ね、ゲストが、はい、
誰ですか いやいや別にいい音さんじゃないんだけど、はい、力丸のる子ちゃんです。あの声優さんの、はい、はい、そうです。瀬戸の花嫁とかでね、はい、印象役とかでも一緒ですけど、うん、のりちゃんに来てもらいますので。ということはこれは桑谷さんの人脈ですか。そうですね。あ、なるほど、はい、来週ですね、じゃあ力丸さんに来ていただいてですね、うん、いろいろお話をお伺いしたいと思います、はい、あれでしょ、例のコーナーどうせやるんでしょ多分。あ、やりますね。もう一キャラ増すんでどうせやるんでしょ、はい、はい、だから皆さんも楽しみにしていてください、ね、はい、はい、ということでお相手はカーズと桑谷夏子でした。また来週。